皆さんこんにちは、ひだのお姉さんだよ。広島出身のマーヤンじゃけんね。あ、今日はいろんな生き物のオスとメスの見分け方を紹介していこう。おじゃあ早速ハムスターのオスとメスの見分け方を紹介していこうと思います。ではファイヤー先生よろしくお願いします。はーい、じゃあ教えてあげるけんね。ハムスターのオスとメスはお尻あたりを見ると分かりやすいんよ。そうなんだね。オスの場合はここにある生殖器と肛門の距離がメスに比べて長いんよ。ああ、本当だ、長い。メスはほぼくっついているのが特徴的なんよね。オス長い、メス短いで覚えるといいかもしれんね。はあ、なるほど。今から生殖器と肛門の距離の長さを見比べていきましょう。まず右の子は肛門と生殖器の長さが短いですね。短い。こっちの子は生殖器と肛門がの距離が長いから男の子になりますね。本当だ。ここでクイズです。このハムスターはオスでしょう、メスでしょう。メス。正解はメスです。やったー。ここが肛門で、ここだね。こっちが生殖器になります。本当だね。この子は幅が狭いので女の子になります。なるほど。じゃあ次にチンチラのオスとメスの見分け方を紹介していきます。じゃあマーヤン先生よろしくお願いします。はーい。チンチラもハムスターと同じようにお尻のあたりを見るんよ。そうなのね。特徴も似ていて生殖器と肛門の距離の長さで見分けることができるんよ。ただハムスターほど生殖器と肛門の距離が離れていないので難易度は高めになっとるんよ。あ、そうなんや。ここでクイズです。ほ、このチンチラはオスでしょう、メスでしょう。オス。やっぱりチンチラは難しいね。あ、正解はメスなんよ。ここの距離を見ていくんだね。このくらいの距離なら女の子の可能性が高いね。勉強になったね。勉強になったね。じゃあ次にカブトムシの幼虫のオスとメスの見分け方を紹介していきます。じゃあファイヤー先生よろしくお願いします。はーい。カブトムシの幼虫の場合はお腹の下あたりを見るんよ。へー、そうなんや。オスには線が入ってるんだけど、その2番目と3番目の間に V の字マークが入ることがあるんよ。はあ、そうなんだ。メスの場合には V の字がないんよ。ない。3例終盤で少しオスの方が重くなるけんね。あ、本当だ。はい、じゃあカブト幼虫のオスメスの見分け方を説明していきます。最初にここが、1本目の線、2本目の線、3本目の線の2本目と3本目の間のところに、V 字がある子が男の子です。ここですね。続いてはクワガタの幼虫のオスとメスの見分け方を紹介していきます。クワガタの幼虫の場合にはメスには卵巣がこの辺りに見えるんだけど、オスにはないんよ。あ、そうなんだ。またオスは
メスと比べて頭と牙が大きいのが特徴なんよ。へえ、そうなんだ。皆さんどうでしたか？今日はいろんな小動物のことも知れたし、皆さんにオスとメスの見分け方を教えることができたからとっても良かったです。あ、でも今日紹介した見分け方が 100% 絶対ではないんよ。あ、そうなんや。ベイビーなどでは特徴が分かりにくかったりするけ、参考程度に考えてほしいよね。そうなんだね。アミーゴには他にもたくさんの小動物がいるので、ぜひぜひお店でいろんな子に出会ってみてくださいね。待ってるけね。次回もお楽しみに。バイバーイ。